おはようございます。今日は4月30日で土曜日なんで、相場の方は解説がないんですけども、まあ、全体像でちょっとお話して、また来週からの相場解説につなげていきたいと思います。全体像としては、これからね、135円とか150円の円安にまだまだ向かうと思います。で、130円とか150円っていう円安っていうのがそんな驚くもんではなくて、別に何度も経験してますからね。だから長い時間軸で見てみると、まあ、150円に向かうっていう現象があるだけで、それによって日本経済が破綻したりってすることはありません。別にね、日本っていうのは360円のドル円換算の頃から77円のドル円換算のことまでやってきてますんで、いわゆるね、77円から360円の間のレンジでやってるわけですよ。一晩にしてなんか10円動いたりすると、さすがにあれですよ、物価が追いつかないところありますよ。でもそうならないように、やっぱ市場っていうのはマーケットと連動しますからね、まあ私たちは FX をしてますんで、現金をついでに稼いでいきましょう。まあ、これからまだまだ NG を2つ書いて円安ってのは進むと思いますので、そうなってきたら、別にあれじゃないですか、ドルを買い続ければいいだけじゃないですかね。それこそ物価高なんてのは、ね、追いつかないぐらい FX で稼ぐことはできますんで、4月が終わった段階で私もね、1200万ぐらいの利益上げました。去年は1年間で1000万ぐらいだったんですよ。で、こういうふうに稼ぎが年々こうスピードアップしていくところを感じてますけども、6年やってこれですからね。だから今日から FX を始める方も、6年後には FX でザックザックとお金が稼げるってところがね、もうこうやって分かってるわけですから、あとは必要なことをやるだけです。基礎用語を覚えて、テクニカルを覚えて、終わりですよ。これで楽じゃないですか、こんなの。むちゃくちゃ、ね、覚えるだけですから、ね、大学受験より楽ですよ本当に大学受験をするぐらいだったら、中学で FX を3年間やった方がいいです。最大高校でも3年間やって、合計6年間やったら、もう進学必要ないです。就職必要ないです。ただ FX で毎日ね、30分1時間やるだけで、はい、今日は5万、今日は10万、今日は20万って感じで稼ぎ続けることができますので、だってもう楽です。もう楽です。むちゃくちゃ楽です。この楽な世界に来て、みんなでね、年収2000万、3000万作っちゃいましょうよ。今50代の方、60代の方どうですか？5年後に年収2000万、3000万、それ以上はもういらないでしょ。年収1000万くらいでいいでしょ。で、税金も 20% 安い。もうね、言うことないですよ、今日のメッセージはそんな感じでございます。本当に覚えるだけなんだよ。覚える言葉が覚えられたら、別にこれはね、個人の格差関係ないですから。覚えるだけなんだよ。1たす1は2、覚えましたよね。これ1たす1は2っていう人が違うだけで別の価値生まれますかね。同じだと思うんですよ。掛け算の工夫みんな言えますよね。あれは学校で教わったからですよね。散々パラ暗記したでしょ。あれと同じ感覚で FX も暗記したら終わりです。終わり以上。終わり